町田即分から1929年11月23日は、明治時代から昭和初期にかけての日本の教育者、郷和波山。愛媛県人城市藩学校及び埼玉県人城市藩学校校長、高等市藩学校付属小学校主事、台湾総督府国語学校校長を歴任し、晩年は東京盲学校校長となって初期盲教育の充実に努めた。 1856年に、日立国で生まれる。1878年に、東京高等師範学校中学師範科を卒業し、茨城師範学校床の教師になる。その後、愛媛県人情師範学校教頭、校長、埼玉県人情師範学校校長を歴任してから、1899年に、女子高等師範学校教授に就任。 1910年に東京盲和学校が分離してできた東京盲学校の初代校長になる。この盲老分離にあたっては東京盲和学校長をしていた小西新八がより未熟だった老話教育を担当して新設の東京老話学校長に就くこととし盲学校を担当する者として町田に白羽の矢が立ったのであった。小西新八はその後 1925年に東京ローア学校を体感するまで校長を務めた。盲教育についての経験がなかった町田は、就任前に国内外の盲教育について研究をして早々期を超えたとはいえ未開拓だった盲教育に取り組んだ。町田が就任する前には盲学校の盲人教師の身分は食卓で、報酬も少なかったという。町田は盲人教師も 誓願の教師と同じ、本館にするように文部省に交渉して、これを実現した。さらに、奥村三作と萩岡松院を高等館にと、交渉もした。盲人で初めて高等館になったのは、この二人であった。盲人の教員はしばらく食卓をしてから本館になるということが長く続いた。展示は、すでに、石川倉寺公案のものが1890年に、 採用されていたが、その後も、金遣いや、符号の完成には年月を要した。石川と町田の間で、表記法についての相談、協議も行われた。校長をしている間、内外毛教育、帝国毛教育、毛教育の3雑誌の発行人になるとともに、ブライユ展示の遠隔の概要、毛人心理学などを表して、欧米の毛教育を日本に紹介し、 視覚障害教育の発展に尽くした。1911年に石川倉次が執筆し、著作権者文部省として出版された日本訓盲点あざ説明の出版の労を取ったのは町田であったが、この本が文部省著作で出版されたことで展示が周知徹底されることになったし、1926年に初めて展示投票が認められることにもつながったという。 校長だったが、先週火星の校外学習を受け持ち、見学先では、盲人ですので、差し支えない限り触れさせてくださいと頼むなど、盲人の社会知識の寛容にも意を配っていた。1929年11月23日に、成居した。去年74であった。ありがとうございます。